お店を通じてお客さんのニーズに合わせた商品を開発して設計してここで作ってお店に届けてあげるっていうのがここの役目といいますか、こちらは木材を防腐加工しているところで、外でも使えるように防腐の薬剤を木材に注入しているところですね。それをこの機械でやっております。この自社でですね、ここまでやっているところはなかなか他にないと思いますので、自社の強みではあるところだと思います。こちらはですね、今度木材を製材して加工している部署になりますので、こちらの紹介をしたいと思います。質感の粗い材料ですね、こちらのボルダーというプレーナー加工できる機械に通すと、4面カンナをかけた状態で奥の方に出てきます。さらにうちのは角が立っているとお客様も使いづらい、使いやすいありますので、面取り加工っていうのも同時に行うことができますので、そのまま使っても工作材として使えますよっていう意味で面を取っているものと、あとは職人さんについてはそういうのが必要ない場合もありますので、面を取ってない素材も加工して、ちょっと使い分けですね。こちら円台の組み立てなんですけど、15年ぐらいですかね、円台ずっとやり続けてます。今のこの茶色が最新版といいますか、ここ1年半ぐらいで切り替わったばっかりの新しい、モデルといいますか、ここに足がつくんですけど、足は今まで内側に足が入っていて、座ろうとするときに少し倒れやすいという声がありましたので、今回のこの茶色い円台になってからは足をこう外側につけるようなちょっとこう設計に変更しまして、簡単に組み立てができるように、かつ安定した足の位置であるようにというところで設計を変更した商品です。お店で手に取るお客様のことを考えて、少しでもいいものを作ってもらうように、人の手をかけてといいますか、一つ一つ作ってる工場ですので、自分が設計して作れたものがお店に実際に並んでお客様が気に入って買ってくれれば、それが幸せかなと思いますので、そういう思いを込めてここでの商品作りをやっています。